先週はねずっとなんかこう外ばっかさ行っててね、あのいろんなね、まあ、会合があってさ、最近ちょっとあの国策研究会ってねとこに行かせてもらってるんだけども、あのこれね順次うちの社員もね、まあ、結局あの夜勤暮らしじゃないとダメなんだよね。だから、まあ、その中で、行ける人はさ少しずつ入れていこうと思ったんだけど、あのね僕らってさずっとこのなんていうかな不動産業界っていうねこの枠の中でさ動いてたよね。でもさ、不動産を動かしてるのさこの我々のこの不動産業界だけじゃないよね。でさ宅建業界とかね、全日だとかはさ一応ね、団体としてはすごく大きいんだけど、要するに、社会をこう動かしてる中ではさ要するにどちらかっていうとそのデベロッパーとかさそういう人たちが結構世の中を動かしてるよね。でそうすると、我々ってさそのなんとかなこう生きてるカテゴリーって言ったらあれかなステージっていうかな、まあ、分かんないけどさ、まあ誤解を恐れず言わせてもらうとさそのね、我々がこうずっとこう動かしてきたつもりでいるんだけども、もう少し効率よくなんかさ動けることってあったんじゃないかなっていうふうに考えてるわけで、ね、最近ほら、アイレムのね CPM のね、CPM のもう要するにねアイテムのさ、まあ、徐々に育ってきてね、今だんだん大きくなってきてはいるよね。でもさ、少しこう世の中を動かすにはもう少しちょっとさ違う工夫が必要なんじゃないかなっていうふうに最近思い出してきていて、で、この国策研究会に行くようになってからさ、あのね来てる人たちは、まあ、大体、まあ、上場企業の人とかあのほぼ大企業と呼ばれてる人たちねの経営者の人たちがいっぱい来てるわけだよね。でこの人たちといろいろこうね、まあ、懇談とか歓談とかしてると、ちょっとこのなんとかな経営に対する考え方なんかも少しずつ違ってきてるし、あとね我々の今やってることについてさ、ね、僕たちは専門家としてさ、まあ、不動産を動かしてるわけだよね。で彼らってさ実業としてそれぞれの専門家庭をさ動かしてる人たちだよね。でこの人たちってさ実はすごい含み資産持ってたりすごい資産を持ってたりするのね。だけど不動産のことわからないし、で結構ほら不動産屋さんに騙されたりすることがあったりしてあんまりいい印象を持ってないんだよ。でここ来てさ我々ってね今不動産コンサルタント会社としてね多分日本で初めてこう開業したわけだろ。でこの価値っていうのをさまだ分かりきってないんだよね。で世の中の人がまだ分かりきってないんですよ。で今回ちょっといろいろ話したね、不動産屋さんの延長みたいな感じのなんかそんな感じだったんだけど、最近はさこの間昨日一昨日かなブログに書いたけど僕のさバカに効く薬ってあるでしょ。あれさ結構読んでくれてる人多いのよ。まあ配ったこともあるんだよ。だけど本屋で買った人もいて、で本屋で買った人がさ、ね、たまたまこの間教訓っていう本をねせっかく書いたからって言うんで、まあ、山田さんがさじゃあちょっとせっかくだから配りましょうかなんて聞き出してさ配ってくれたんだよ。そしたらその著者を見てえあのバカに効く薬の倉橋さんですかみたいな話になってさわざわざ挨拶に来て握手まで求められたわけで、ね、すごい感銘を受けましたってわけだよね。でさほらどちらかというとずっとそのさなんていうかな、不動産の専門紹介してたわけだよな。でたまたまあのバカに効く薬だけはなんかちょっとさまあねプレゼンの今井さんが昔ね週刊住宅の時にまあこんな本書いてみたらどうだろうみたいな話したらやりましょうってことになったんだよ。でやったんだけど売れなかったわけ で結構返品食らったりなんかしてたのに今じわじわ売れてるんだよな。ところがね週刊住宅新聞社潰れちゃったじゃんさ印税入ってこないよだからね今から売れてもしょうがないんだけど、ただ買って読んだ人ってのは、ね、今世の中にさうんといるわけだよね。でさそこから今度教訓って本になってきてて、でさこれもね実は、まああんまりね言えないけどさ某ね政党ですよの党首の人が当日来ててね、で私も倉橋さんも読んでますよってわけで、何っつったらね年のうちはこう変わるって本なんだよ。でそれなんでって言ったらね、あれ生産緑地のことはすごいね詳しく書かれてて勉強になりました、政党の党首がさ僕の本読んで勉強になりましたって挨拶しに来るのよ。いやこれはすげえことだなと思っていて、でさいやこれちょっと大きな社会問題ですよねなんてことをさこうね
たまたま隣に座ってさ話してるんだよな。で片やこっちはまたとんでもない人ですよ。でその人と、まあ、打ち合わせしてて、今度ね山田さんにちょっと申し訳ないけどこの人じゃあアポイントってさちょっと作戦会議しようぜなんて話になってて、でこれも多分世の中ガラッと変わるぐらいの勢いのさあのサービスをねじゃあやろうぜなんて話になってるわけでさ、ね今いろいろこうね、考えていくうちにあのさ会社ってさ例えばだよ、うちの会社がすごいちっちゃい時あるよね。でこのちっちゃい時ってさすごい惨めな思いいっぱいしてるわけ。でもねちっちゃい会社の方が楽でしたよ経営はね。なんでかったらだって自分で頑張ればさそれ全部ね利益になるわけだから簡単な話じゃん、ね、でそれをね要するに僕は良しとしないわけ。なんでかっていうと社会と照らし合わせてどうかってことは。でそうするとね要するに、ねまあ、自分の所得を確保するだけだったら別にさ4時の時に何もやらない方がいいわけ。リスクないしね、家賃、ね、年間2800万くらい入るし、ね、で印税も入るし、ね、講演なんかもできるしって言ったら別に何もやんない方がいいわけじゃん。でもさそれをさ良しとしてたら今がないだろってこと、ね、で会社ってさ常にね僕は成長させないといけないと思ってるわけで、前職の会社でも、ねね、残念ながらさ、ね、僕はあの会社を日本一にするつもりで本気で取り組んでたから、ね、でもさまあ、事情があってね経営者との意見の反りが合わなかったから辞めちゃったわけだよね。で僕は辞めるつもりもなかったけども、要するにね魂は売れないわけ、ね、自分の考えっていうのことを、ね、要するに売るわけいかないわけ、ね、でそれでまあ僕はこの会社をね始めてさ、で最初はねちょっと少しのんびりしようと思ってたんだけど、要するにさでも社会がねのんびりすることを受け入れてくれないわけで、前職の会社のねよく引き抜きがありましたよ。ね年収のね倍は必ず話はあるな。で僕が辞めた時にも要するにまあ今潰れちゃったけどさ、ある上場会社のね、社長が来て、ね、もうお前に会社任せるからさ言って、ね、年収今の倍は出すからさいう話になったけど、でその時にさ考えたんだけど、実際にこの会社行ってみて、ね、出来上がっちゃった会社でまして身内ばっかりぐちゃぐちゃいて、でなんかさ楽しそうじゃないわけで、こんな楽しそうじゃないとこでお金もらったからといって俺は嫌だなと思ったわけだからやらなかった、ね、で結局じゃあ何したかっていうと、まあ、気ままにさ経営のコンサルやろうって経営のコンサル始めたらな。ただこの経営のコンサルもまた良くないんですよ、ね、経営者とさ、ね、事業部が対立するようになっちゃうわけ、ね、でそこで、ね、力が出てくるとやっぱりちょっとさ経営者からね敬遠されるようになる、ね、いう形になって、で結局ね人育っても、あ人の会社じゃ無理だな思うことで、まあ、この会社始めたわけだよな。でねそれでさ、ね、今こうやってだん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 ね成長してきてるのは、要するにさ最近入ってきた人たちは分からないですよ。だけど昔から来た人たちはみんな分かってるわけだろ。でさねさらにさねね今現在のさ状況で見たらね、この会社ってさ、ね、まあね、昨日とでも、まあ、瀬戸さんと打ち合わせしてるけど、まあ、弁護士がいるよね。で、あと、ね、税理士も2人いるよね。で、不動産鑑定士も2人いるよね。で、そう考えると、じゃあ、他の会社でそういう会社あるんですかということ。それを意外に 社内にいる人たちは気がついてないんですよ。だから、ね、今うちの会社のステージっていうのが全く変わってきてるってこと。だから、ちょっとしたミスでもね、要するにお客さんは、CF ネッツの社員なのってなっちゃうわけ。だから、ね、そこは気をつけてくださいねってずっと言ってるわけだ。で、僕は会社の成長でね、一番困るのは、会社っていうのはね、一番遅い人 に合わせるしかないの。わかる？だから会社がどん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 成長するだろ。ね、成長する人たちはわー走るよね。でも成長しない人はここにいるとするじゃん。でね、例えば電話の対応一つ取ったってそうだ、お客さんの対応一つ取ったってそうですよね。クレームの処理の仕方にとってもそうですよ。能力がない人がここにいると、あ CF ネッツってねダメなんじゃないのなっちゃうわけじゃん。だからね、どんなに会社が偉くなってもダメなんだね。でも実際問題としてうちの会社成長してることは間違いないわけだから、ぜひねちょっとさね教育についてもう少し考えましょうよってことね。でそれで要するに、ね、我々の評価ってものは、ね、世間から見たらとてつもない評価になりつつあるってこと。だからそこをねよく勘違いしないで、ね、要するにきちっと、ね、やりましょうってこと。この間ねある会社行ったけどね、
あのさ、不動産屋さんですよ、電話一番最初に出るわけよ。え、ね、よく考えたら前の会社そうだよね、電話チッってなったらパッて取るんだから、ね、これは何かと営業に要するにさの力をね、要するにその他に電話取られるよりも一番先に電話取るやつが要するに営業で一番さ強いわけじゃん、ね、だから電話は一番最初取る、ね、それ不動産屋の基本なんだけど、うちの会社電話出ない、ね、誰か出ないよなかなって話になっちゃうわけだね。そうじゃダメだよってこと、ね、一つ一つね、例えば電話対応一つにしても、ね、電話をさ100本、ね、要するに対応する人と、ね、1日に1本しか対応しない人、能力が100分の1しかないわけだから、だから電話一つ取っても要するにね、積極的に、ね、スキルを上げるための努力をしましょうよってこと、ね、僕はね、何でも勉強と思うんですよ。だけど何でも勉強ができない人、ね、それはどこに行っても何もできない人ですよっていうこと。だから、ね、会社、ね、今だんだんこう、ね、成長してきてるから、まあ、ここの中でね、少しステージ変えましょうよってこと、ね、今そういうことで少し作戦考えてるから、ね、まあ、ぜひ、ね、ちょっと今度、まあ、楽しみにしておいてもらいたいね、まあ、いろんなこと今考えてるから、ね、ただね、会社が急激に成長するときにやっぱりついてくる人がちゃんとついておかないとダメだよ。だから何一つとっても、ね、要するに一人一人のスキルを上げてください、ね、お願いします。以上。